ここに名もなき巻物あり。うちに記すは未だ結びの見えぬ物語。その顛末に望む意志あらば、己が手を持って開封せよ。汝が意志見届けたならば、伝え聞かせよう。これまで続く忍びの歴史を。戦いの連鎖を。創世に始まり、大続きを経てもなおやむなく続く連鎖がある。忍びとなり、一族となり、里となった糸まですら、戦乱は絶えることなく、なおも高ぶり、そして憎しみは広がる。かくてかの二人もついに立ち戦い続けた。木刀秘術次回降誕。口寄せの術。やはり貴様との戦いは心躍る。まだな、お前は。さあ、もっと俺を楽しませろ。当たらんな。木ごときで封じ込められると思ったか。ん？あれは？お前に早く止められるか。行くぞ。せっかくの余興だ。お前も楽しめ。ここで戦う。そんな生蔵でどうするつもりだ、柱間。もう残したか。燃えるな。これで少しはおとなしくなろう。はあ、行くぞ。お前にこれを止められるか。手をこまねいているだけでは俺には届かんぞ。お前に
それを止められるか。手をこまねいているだけでは俺には届かんぞ。これを止められるか。手をこまねいているだけでは俺には届かんぞ。キュービ。もうキュービめ。やれ。木遁、木人の術。スサノオ、お互い温まってきた頃だ。ああ、勝負。これだからやめられんのだ。貴様との戦いは。こうなっては覚悟を決めるしかない。まだ。お前のキュービと俺の木人、どちらが上か決着をつけるぞ。望むところだ。どうする、柱魔よ。やはりお前との戦いは別格。俺とここまで対等に戦える者はお前だけ。これこそが忍びの戦いだ。俺はお前と戦いたいとは思わぬ。お前は俺の友だ。そんなものにこだわるからお前には見えないのさ。本当の夢ってやつがな。いくら強固なスサノオといえど無敵ではない。これでどうだ。やるな柱魔。だがまだ終わりではないぞ。やらせんぞ。持ち漏れてもやるな。人目させる。俺の球技をここまで追い詰めると。よし、止めたぞ。これでどうだ。消えろ柱魔。
たない。先鋒木遁真数千獣。暴走は終わらない。なおも忍びは戦い続ける。己の信ずる道を歩むために。